はい、本日はですねこちらノースフェイスのパーカーを紹介していきたいなというふうに思います。正式名称言いますね。正式名称はリアビューフルジップフーディーという名前になっております。ということでこちらが2021年の春夏モデルという新色でこちら購入はしたんですけども、まあ見てください、この綺麗な色味。この色味って僕結構個人的に好きなんですよね。緑やけどちょっと薄めの緑というか、抹茶系やけども若干薄めの抹茶っていう感じの色味がまあ好きやったりはするんですけども、このパーカー時代はよく見たことがあったんですよ。街中とかでも見たことあるし、ネットとかでも結構見たことあるし、どちらかっていうと若い子が着てるんかなみたいなイメージではあったんですけども、まあずっと前からあるんやったら、まあ買って紹介しといた方がいいでしょうということになってるし、まあやっぱ春先とかやったらパーカーの似合う男子ってやっぱりかっこいいじゃないですか。さらっとパーカー着て、ほんでさらっと折って、ほんでさらっと似合ってるっていうのが一番かっこよかったりするので、ほんでじゃあそんな大人を目指してみようやないかということでこちら購入したということになってますので、まあちょっといくつか気になる点はあるのは僕個人的にはあるんですけども、まあ、それは世間一般としてはどうでもよかったりするので、まあ、そんなまま一回置いといてパーカーを紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、このパーカー自体は特にめちゃくちゃこだわったこだわりとか、そのすごい特殊な機能があるとかっていうわけじゃなくて、値段的にもね1万円ポッキリ、もうこれポッキリですよと。うちの店に関してはオプションいくらつけていただいてもポッキリで楽しんでいただけます。この一着はもう一番ポッキリ、もうお兄さんやったらもう今日はこれだけ、もう来てくれる、今すぐ来てくれるって言うんやったらね、来てくれるって言うんやったらもう1万円ポッキリでやりますわということになってますし、なんやったらネット見とったらなんかちょっともう安くなってたりもするんですよね。だから1万円ポッキリどころかちょっとタイムセールじゃないけども、あ、まあ今日はちょっと平日やしお客さん来てくれんやったら、しかも3人で一緒に来てくれんやったら、もうじゃあ1万円ポッキリのところを、まあ今日はじゃあ8000いきますわ、もう1人8000でいいですよとかっていう感じの売り方もしてるんですよね。そんな売り方かどうか知りませんよ、全然知らんし関わりも全くないから、どういうことか適当に喋ってますけど、そんなこと言ってるんですよね。ということで、まあ、このパーカーを紹介していこうやないかということになっております。ということでまずはね特徴とかいろいろ言っていきたいので、今日の流れとしましては、まずこのパーカーの全体見てもらって、この後ろのところにノースエースって入ってますよねみたいな話とかもジャーっとしてですね、ほんでその次にこれ春夏モデルとして出てんのにもかかわらず、これ実は裏側が生地ねっていう話もしたりとか、あとはまあ言ったデメリットですね、とは言いながらちょっとまあこの辺どうかなとか、あとはまあメリットもいいお話しますし、あとサイズ感がね、これ僕普段 L サイズで着用してて、ノースエースとかその辺はね L なんですけど、これちょっと若干ちょっと大きめなんですよね。まあまあそれもちょっと見てもらおうかななんて思ったりはしてますので、まず1つ目、このパーカーでのもう特徴、何が一番のこのパーカーの特徴なのと聞かれたらですね、とにかく必要なことは1つ、まず形からいきましょうか、すいません、形からいきますね。はい、ということでまあ見てもらおうかなと思うんですけども、まあ、パーカーとしてはもう至ってシンプルなパーカーですよね。左胸のところにロゴが入ってますよと、ノースフェイスってロゴが入ってて、ほんで真ん中にはジップがついてます。でこのジップに関しては特に止水ジップとかじゃなくて、もういたーって普通のジップ、まあ、一応 YKK は YKK なんですけども、ジップのメーカーね YKK というメーカーになってて、そんなマニアックな話どうでもええわいという感じなんですけど、まあ、こういうジップがついてると。ほんでまあ首のところには紐がついてるんですけど、この紐あるあるとしてはですね、よく洗濯機回したらこの紐どっか行ってるありがちっていうことになってて、まあ、それやったらじゃあこの先っちょのとこをぐるっとこの団子結びしとこうかなと思うけど、それはそれでちょっとなんかダサい気がする。ほんならもうこれなんか一番ええのやり方あんのってなってきたらですね、まあ、それはちょっと僕は知らないので、まあいいかということになってって、まあでもあれですね、これちょっと首元のところとかは特に金具とかついてるわけじゃないので、あんまり洗ったりとかしてくるとちょっと劣化してほつれたりしてくるやろうなという感じは、まあまあ値段的に考えたら仕方ないんですけどね、まあそんな感じになってて、ちょっと首元が高めに設定されてるな、これちょっと後でいきましょうか。はい、ということと、あとはまあポケットが、ありますね。これはドラえもんポケットっぽい感じで、お腹のところにあります。一応生地はね、裏側は裏起毛になってるので、まあ、ちょっと手触りがモフモフした感じにはなってるけども、裏起毛を使ったらちょっとね、真冬ってイメージあるけども、そんな生地はごつくないです。まあ、普通のパーカー、分厚めでもない薄めでもない、ほんまに普通、よくどこにでも見かけるような感じの生地感ですよね。はい、というのが表側になってて、次裏側いきましょうか。裏側はもうこのねフードのところにねでっかくノースフェイスって入ってるんですよ。だからこれはちょっと個人的な趣味がね分かれるところではあるんですけども、まあまあそこはいいでしょう。はい、ということになっておりますねという感じで、一応ジップ、前のジップのところには引っ張るタグにノースフェイスってロゴ入ってました。こんなん見えんかったな。
入ってますね。これを洗ってたらちょっと取れそうやから気付けやなあかんかもしれませんけど、はい、そんな感じで、あと裏記事も見ましたか。裏記事がね、ちょっと裏起毛してあるんですよ。これはちょっとどうなんやろうな、まあ春先ちょっと寒い時に見据えて、あの裏起毛してるのかな、分からんけども、そんな感じになってるということになっておりまして、ほなじゃあちょっと一旦着てみようか。はい、とまあこんな感じになって、ちょっと上まで閉めちゃうとねマイク聞こえんくなっちゃうから、まああれなんですけど、まあ色味はね可愛い感じの色味ですよね。いい感じの色味になってて、で特徴いきたいなと思うんですけど、まずこのパーカーの特徴何かって言ったら、もう1にも2にも特に機能とかはないので、ほんまにノースフェイスらしさなんですよね。前向いてもノースフェイス、後ろ向いてもノースフェイスってなってるので、まあ、これはちょっとどうなんかな。人によってはそれがなんかロゴを目立たしたいっていうのがいい人もいてれば、僕なんかは個人的にあんまロゴを主張してるのあんま得意じゃないから、どっちかって言ったらこう部屋でラフに着るとか、ちょっとコンビニ行くときにラフに着ていって、まあ、こんな感じでね、ちょっと不審者な感じで行くっていうのもありやと思うんですけど、まあ、そんな感じでこうラフに着れるような時に着ようかななんて思ったりはしてるんですけど、ノースフェイスらしさであるっていうところがまあ一つのゆえんになってて、ほんで二つ目の特徴としてはですね、一応生地にパッて見てもらったら全然普通の生地かなと思うんですけども、まあ、実は 100% 普通によく使われてるコットンっていう綿っていう生地ではなくて、 20% だけね、あのポリエステルって入ってるんですよ。よくリサイクルとかで使われたりするんですけど、まあ、それが入ってることで何がいいかというと、とにかくシワになりづらかったりだとか、あとは洗濯物がね乾きやすい、だから汗とかかいたりしても乾きやすいっていうのがポリエステルのええとこなんですよね。だからそういうのが一応 20% 入ってますので、まあ、それはもちろん多ければ多いほどね乾きやすさもっと乾きやすくなるし、なんていうのもっとシワになりづらくなるんですよ。 50% ぐらい入ると。だからそういうパーカーもあったりはするんですけど、これに関しては 20% なんで、まあ、そこそこシワになりづらかったり、そこそこ乾きやすかったりするっていうところも、まあ、このパーカーの特徴やとは思うんですけども、逆にね全部が全部綿コットン 100% になっちゃうと、次はシワが出てきたりだとか、あとちょっと乾きがね遅かったりとかするので、特にパーカーってねこのフードなんですよね、乾かないのが一番で、まあ、そういうところがちょっと困ったりすると思うんですけど、まあ、それに関しては、まあ、20% だけポリが入ってるので、まあ、乾きやすさがあったりするっていうとか、まあ実用的ですよね。こう、まあ、パーって着とったりしても全然普通に洗濯もできるし、普通に洗濯も乾くしみたいな感じであるので、まあ、その辺はいいんじゃないかなとは思います。ただちょっと気になるのがこのね、やっぱジップというか、このジップについてるストラップのねロゴがね取れそうなんですよね、あんまりずっと洗ったりすると。それはちょっとまあまあまあ仕方ないかなとは思うんですけど、そんな感じになってるかなと思います。ちなみに一番上まで締めるとね、こんな感じで首がね結構上まであるんですよ。まあそれも後で見てもらうからええとして、ほんでまた次の特徴いきたいなと思うんですけど、ちょっとこれ見てください。なんか大きないですか。若干ね、そんなになんかダボダボとまではいかんけど、僕普段 L 着てるから L でいいかと思って買ったら、あれなんか若干そのオーバーサイズで作られてる感じではなくて、なんかちょっと US 規格みたいな、アメリカ規格っぽい大きさというか感じの、なんか日本のねオーバーサイズやったらこうあえてなんていうんですか、ちょっと身幅をゆとりもたして、ちょっと肩もちょっと落とさせてる感じのオーバーサイズで、あよく街中で見るやんっていう感じだと思うんですけど、これに関してはなんかそういう感じじゃなくて、なんかアメリカ人規格のやつを間違ってワンサイズ大きく着ちゃったんかなみたいな感じもあるし、でも逆にこれワンサイズ落としちゃうとほんまに中 T シャツしか着れないんちゃうかなみたいな。僕今中 T シャツだけなんですけど、中 T シャツだけやったらちょっと大きく感じるけども、まあ、例えば中ロンティーにするとかなってくるならこんなもんでええんかなとかって思ったりするけど、まあ、ちょっとなんか大きく感じるっていうのが、まあ、これサイズ感かなと思います。ちなみにこの色味はねバーントオリーブという名前になってるらしいです。もう名前覚えるのも大変ですよね。毎年いろんな名前が出てくるからなんていう色やったっけなと思うんですけど、まあ、とにかくバーントオリーブという名前になってますね。ほんでまあ特徴としてはねほんまそんなもんなんですよ。だからまあ生地がそういうポリエステル使われてたり、まあ、ノースフェイスらしさがあったりとか、まあ、若干ね裏起毛があるのであったかい感じになってたりするということになってますので、まあ、特にそれ以上めちゃくちゃこだわって作られたような感じとかもあんまり見受けられたりはしないので、まあ、ポッキリのポッキリということになってるんかなと思いますわ。ほんで次じゃデメリットとはいえ、どこがちょっとデメリットになってくんのというとですね、まあ、特にこうびっくりするほどのデメリットっていうのはないんですよね。別にそんなめちゃくちゃ悪いとかっていうところは全くないんですけど、まあ、ただこういったフルジップタイプのこの襟が高いタイプ、フルジップはね今でも結構見かけるんですよ。これぐらいのタイプのフルジップのやつとか、ここがないやつね、まあ、見かけたりするけど、こういった上まで首のこの辺まであるタイプのってあんまり見かけないじゃないですか。だからちょっと最近っぽくないというか、ちょっと
ちょっと一昔前の感じの形なんかなみたいなところが、まあ、唯一のデメリットかなとは思います。なんか形的になんかちょっとこれあんま最近見かけへんなみたいな感じの形。ほんでもって僕が一番気になるのはこのジップの白ね。なんでこれジップ白なんよと、黒でええのにと思うんですけど、まあこれは人によったらね白の方がええでっていう人もいてるから、僕はこれ白じゃちょっと白はいらんねんでって、別にこれ黒でええねんでって思うんですけど、まあそれちょっと気になったりするんですが、まあその辺なんであんまそんな大してデメリットはないんかなと思います。ほんでじゃあ逆にメリットは何なんかというと、やっぱ乾きやすさですよね。どうしてもこういった暖かいフリース、あの裏起毛でふわふわしてるあったかいフリースって乾きづらさがちょっとあったりするんですけど、まあそういうところもちゃんと考えられて、まああの取り扱いがしやすい、普通に洗濯もできるし、ほんで洗濯したかって別にそのシワのシワくちゃになることもあんまりないし、まあ多少シワになったとしてもパンパンしとったらシワも取れやすいし、あと乾きも早いということで、まあ取り扱いがしやすいというところもいいんじゃないかなというふうには思いますし、のがまあメリットかなと思います。まあちなみにね、僕はこれあのセカンドの今月の3月の衣装として着てるんですけども、まあ色味は結構綺麗じゃないですか。なんか春でも使えるし、別に秋でも使えるしみたいな感じで思ったんでね、衣装として着らせてもらってますということになってて、ほんで次最後はサイズ感に行きたいんですけど、サイズ感が僕が178センチ69キロということで、最近ねようやくちょっと体重がおそらく落ちてきてるであろうと思うんですよ。っていうのもちょっとお腹周りのねポックラ感がちょっとずつなくなってきたんで、ちょっと順調に体重減らしてきてるんちゃうかなと思いますので、まあいずれね体重がもうバキバキになった時には65キロとか60何キロって落とそうと思うんですけど、今まだちょっとぽっちゃりさんしてるので69と言わせていただきたいなと思うんですけども、それのサイズを L サイズで着用してますので、そちらの様子を最後見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイスの、リアビューフルジップフーディーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。